歳三さん。これ新選組のね制服作っちゃったのよ。なんでそのギザギザ模様したんですか。これね参考にしたのはね歌舞伎の忠臣蔵赤穂浪士ね、うんうんうん、忠義のために生きる武士の鏡、うん、まさに武士の中の武士。新選組も幕府のためにそうありたいと思っておる、大使の中には町で悪事を働く者もってな。俺はそういうやつが大嫌いなんじゃ。おー、いきなり怒った。もう白い目で見られることのないように、うん、曲中ハットというルールを作った。歳三さん、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 若鶴ちゃん、歳三、歳三さん、何ニタニタ読んでるんですか。池田屋事件以来ね、モテまくっちゃってな、恋文っていうのが山のように来てる。これ数十通来てんじゃないのか。土方さんもそうだし新選組も調子いいけど、やっぱ幕府に反対する勢力も巻き返してきちゃうんじゃないですか。奴ら西洋の武器を大量に集めているという情報を掴んでる。で負けじと俺たちも銃や大砲の仕入れを始めたんだ。おい皇軍六頼む。はっ。これなんすかそれ。これからの時代のな戦闘体系っていうのを考えてみたんだ。大砲小銃隊を前に並べてだな、うん、敵を混乱させる、うん、それで後列の剣と槍の部隊でなだれ込むということだ。絶対営業メールですよ。それはない。本当にそこに愛はあるんですか。愛はおかみさん。